心霊スポットファイル1201、北条大池。北条大池とは茨城県つくば市にある心霊スポット。つくば山の旧登山道の入り口にあり、春は花見の名所になる。この池で入水自殺があり、自殺者の霊が出ると言われている。心霊スポットファイル1202、十五郎穴。十五郎穴とは茨城県ひたちなか市にある心霊スポット。ここは古墳時代から奈良時代にかけて作られた横穴式のお墓である。誰かの視線を感じる、話し声がするのに誰もいないといった話がある。心霊スポットファイル1203、土浦駅の慰霊碑。土浦駅の慰霊碑とは茨城県土浦市にある心霊スポット。貨物列車と普通列車の衝突事故で死亡した110名の犠牲者のために建てられた慰霊碑。犠牲者の霊が怒りと悲しみの表情で現れると言われている。心霊スポットファイル1204。宇和外峠。宇和外峠とは茨城県桜川市にある心霊スポット。以前に宇和外川のガードレール下で女性の死体が発見された。それ以来真夜中に峠の頂上付近で真っ白い女の霊が出ると言われている。老婆の幽霊も出るという噂がある。心霊スポットファイル1205。中川。中川とは茨城県ひたちなか市にある心霊スポット。夜に声がしたり川沿いを歩いてすっと消える幽霊がいる。涙を流す日本人形の目撃証言もある。心霊スポットファイル1206。ホテルニューロマン。ホテルニューロマンとは茨城県東茨城郡茨城町にある心霊スポット。森の中20棟ほどの建物があり、不法投棄が多くされている。カップルが心中した。満面の笑みを浮かべた家があるといった噂がある。2階建てになっている建物があり、2階の窓から誰かの視線を感じるという。心霊スポットファイル1207。筑波山。筑波山とは茨城県筑波市にある心霊スポット。カーブと走り屋が多い。カーブを曲がるたびに同じ男性が何度も姿を現すという話がある。全身黒い服の女性が身動きをせずに立っているという噂もある。心霊スポットファイル1208。姉さんマンション。姉さんマンションとは茨城県つくば市にある心霊スポット。外壁に姉さんと読めるひびが浮かび上がることが名前の由来。文字が浮き出る部屋に姉と弟が住んでおり、姉の姿を見かけた弟が、姉さん、と道路に飛び出し車に轢かれた。その事故以来マンションの壁には、姉さん、という文字が刻まれ、消しても消しても浮かび上がってくるという。心霊スポットファイル1209。北山公園。北山公園とは茨城県笠間市にある心霊スポット。池の近くで女の子の霊が出ると言われている。男の子が車に轢かれて亡くなった。車でガス自殺した。事故や自殺が絶えないという噂がある。心霊スポットファイル1210。キノコ山。キノコ山とは茨城県桜川市にある心霊スポット。裏筑波山とも呼ばれている。県外なのに非通知で着信が入り、切ってもかかってくる。戻れという男の声が聞こえ、膝から下だけの男の霊と黒い影が出るという噂がある。他にも生き霊が出るという噂もある。心霊スポットファイル1211。元山トンネル。元山トンネルとは茨城県日立市にある心霊スポット。以前にバイクの運転手が事故を起こして首を切断して亡くなった。それ以来トンネルに首なしライダーが現れると言われている。車でトンネル内を走行していると後部座席の方から、助けて、とか、死んでしまえ、という女の声が聞こえてくるという、心霊スポットファイル1212、西洋館。西洋館とは茨城県龍ヶ崎市にある心霊スポット。外観は赤レンガになっており、外国風の見た目から西洋館と呼ばれている。実際は政治家の吉田茂の父親が所有していた竹内農場という建物のようだ。ここでワインを飲んでいた外国人を見て、地元住民が生き血を飲んでいると勘違いして殺害したと言われている。それから殺害された外国人の霊が目撃されるようになったという。心霊スポットファイル1213。染谷川合戦古戦場。染谷川合戦古戦場とは茨城県佐島郡境町にある心霊スポット。まさかど由来の古戦場だったという、落ち武者の霊が彷徨っていると言われている。河原で百物語をすると幽霊が現れるという、心霊スポットファイル1214。新張ふるさとの森。新張ふるさとの森とは茨城県土浦市にある心霊スポット。首吊り自殺や排ガス自殺が絶えず起きている。
近くで白骨死体が出たこともあったという、入り口あたりで自殺したと思われる霊の目撃が多発している、心霊スポットファイル1215。偕楽園一帯。偕楽園一帯とは茨城県水戸市にある心霊スポット。付近にある時は神社は形状だったようだ。桜山は首を切った刀を洗う井戸があったという。偕楽園駅で誰もいないはずなのに人影がいた。桜山に面した駐車場で写真を撮ると横を向いた着物を着た女の霊が映るといった噂がある。心霊スポットファイル1216。龍ヶ崎市森林公園。龍ヶ崎市森林公園とは茨城県龍ヶ崎市にある心霊スポット。公園ができる前に民家があり、一家7人が殺される殺人事件があったという。ここで写真を撮るとたくさんの人の顔が映り込むという噂がある。第二駐車場は自殺が多発したため閉鎖になったという噂もある。心霊スポットファイル1217。幽霊坂。幽霊坂とは茨城県水戸市にある心霊スポット。雨の日の夜にここを通ると女性の幽霊が出るという噂がある。坂の下に首なし地蔵があるらしい。心霊スポットファイル1218。鹿島港南堤防。鹿島港南堤防とは茨城県神栖市にある心霊スポット。市の防波堤と呼ばれ犠牲者は70人を超える。落水する釣り人の霊が現れる。若い女が歩いていたが急に消えたといった噂がある。心霊スポットファイル1219。おっと沼公園。おっと沼公園とは茨城県土浦市にある心霊スポット。桜と自殺の名所として有名。入水自殺と排ガス自殺があった。戦時中に死体を沼に捨てていたといった噂がある。夜に行くと霊が現れ沼に引き込まれるという。心霊スポットファイル1220。霞ヶ浦総合公園。霞ヶ浦総合公園とは茨城県土浦市にある心霊スポット。昔から公園内で自殺が多く自殺者の霊が彷徨っていると言われている。公園のトイレで首吊り自殺したようで深夜にトイレから女性のうめき声が聞こえるという噂がある。また駐車場で硫化水素を使った集団自殺もあったそうだ。それ以外にも近くにある船だまりで老女の自殺体や赤ん坊の遺体が上がっている。